あれ、何でもどこへ、どうやって行くんだっけ海の方向もどうやって行けばいいか分からなくなっちゃった。あ、なんだ今、なんか今何かびっくりマークが出たよな。今びっくり、あ、これ荷台から甘い匂いがする。一体何を運んでるんだろう。意外なところからね、情報ポイント出てくるから気をつけないといけないんだよな。こっちは来てないかな、多分。3日目は。あ、違う。カフェのとこだ、こう。あれ、どうやって行くんだっけ？海どうやって行くんだっけ？まあ、ちょっと一回800ポイント貯まってっからエピソード見ちゃうか。先にちょっとだけ見ちまうか、エピソード。3と4見れるのかな。3見て、あ、見たっけこれ。あ、見てない見てない、ゲームの話してる。で、このリスポーン地点で単関節モードに切り替える。ここでやっておかないと多関節クリーチャーの撃破に確保、15フレームくらいの差が出てくるから。なんで15フレームって。は？今の絶対当たっただろ。桂木さん、僕の事務所で実況しないでもらえるかな。すいませんでしたすいませんでした。え、んー、お客さん、ん、お邪魔し、まさか青い目の男性ってこの人、さっきの青いなんちゃらの男性ってこの人じゃないの。お邪魔します。相変わらず変なもの置きまくってますね、この事務所は。ん、誰だお前。君はグに妹ってなんて呼んだ。グ、兄だったらグ系だけどわかんねえかもしれん。友達ってもしかして菅原のこと。ええ、まあ君も菅原だよね。お前、菅原の兄ちゃんか。なんか思ってたのと違うな。ええ、その通り。君は何をやってるんです？ RTA だよ、RTA。ユーザー名、かすみ？うわ、掲示板で晒されてたかすみってまさか。え？そんな名前どこにでもいるだろ。なんで私がそいつだって決めつけるんだよ。晒されてたデータと情報が一致しすぎてるんですよ。間違いようがありません。ええ。うわ、嫌なやつだな、こいつ。私といい勝負レベルだぞ。調子に乗ってると、いつか痛い目見ますよ。というか、僕としてはゲーム機を事務所に持ち込まないでほしいんだけどね。今から段ボールに入れて着払いで君の家に送ろうかな。ゲームを持ち込めるのはここぐらいしかねえんだよ。店番中にやったら怒られるし。不真面目すぎだよ。店番ぐらいちゃんとやるべきだよ。だってど田舎だぞ。たまに近所のおっさんが来て終わりだぞ。じゃあ勝率で、キャタツかこれ。キャタツでゲームを隠せばいいだろ。そういう問題じゃないよ。もうなんでだよ。それで、菅原さんのお兄さんはどうしてここに？ちょっと待って、もう気になる。グに戻ってなんだったこれ。すいません、お待たせしました。グマイと読むそうです。なるほどね。姉妹だからね。グマイから荷物を回収してきてほしいと言われまして。で、ゲームしなければいいのか？携帯機は別に止めないけど、据え置き機は家でやりなよ。ここは君の家じゃないんだから。仕方ねえな。分かったよ分かったよ。本当は家でやるべきなの分かってんだよ。なんで君が折れてやった感じになってるんだ。そう、僕の要件はこれくらいですかね。そろそろ置いてもしますね。菅原によろしく。僕も菅原ですかね。え、あ、そうだった。君、菅原さんの名前覚えてる。そりゃ菅原、あれ、おかしいな、出てこないな。君ね、なんかほのぼのエピソードばっかりじゃん。嬉しくなっちゃう、こういうの好きだから。4も続いていこうか。あー、いいカットインだな。明日からまた大学か。最近は忙しかったからね。たまには田舎に来てみるのもいいものだ。勉強熱心なのは喜ばしいことだが、たまには都会の喧騒を忘れるのも大事だからね。とわこちゃんも元気そうで安心した。あの子が先生の命だとは知りませんでした。菅原さんのお兄さんどんな人だったんですか？大学でも、あ、菅原って自分じゃねえか、違う。ことぶきさんのお兄さんはどんな人だったんですか？大学でも会ったことがないから気になって。そうだね、ちょっと内気な子だったね。いつも植物の世話をしていた覚えがあるよ。でも優しい子だった。怒っているところを見たことがない。10歳の誕生日にね、
植物図鑑をあげたんだよ。そうしたらすごく喜んでくれてね。それ以来いつも持ち歩いているようだった。いい話ですね。でもそれだけじゃない。彼は曲がったことを許さないというか、てか待って、これ2人で何旅行してんの、なんでやばくね、これ教授じゃねえの。政治機関のある子だったね。だからこそ彼があの子を置いていくようなことはしないと思っているし、そうだと信じたい。妹を置いていく兄だと兄などいないでしょう。そういえば菅原さんもだいぶおとなしくなったよね。私も落ち着きを覚えたので。何、昔は何バリバリ言わせてたの、ブンブンシャカチャカ。また変なの開いちったよ。ふふ、すまないね。昔はブイブイ言わせたんだな、菅原さんは。そういう過去をお持ちなんだね、菅原さん。悪くねえと思うぜ。俺は悪くねえと思うぜ。あるね、なんかあるね。お父さんの方がなるね、ほこりだらけになってる。新聞が入ってたら黒さが受け立つかな。はいはい、いいですね。いいですよ。今何ポイントだ ?850。よ、5日目ってさ、調べられたっけ結構。調べられたっけか。850、1700ポイント結構きついかもしんねえぞ、これ。結構調べたもんな、もうすでに。ただ、1日目が470ポイントぐらいだったから、そう、でもそれを考えると、漁師の部屋入らせてくれ、情報ポイントありそうなんだよな、そこ。あとはお金か。お金、あ ?1100 円持ってる、なんで?なんでだ?なんで1100円持ってんだ、これ。あれ?さっきまで800円じゃなかった?なんで1100円になってんだ?情報しかあるな。最悪200ポイント。チートができると。なるほどね。いいじゃねえか。実質1050ポイントだな、じゃあ。ここら辺見たんだよな。だから海の方見てねえんだよな。海の方に、問題どうやったらいけるのかという話ね。生き方を忘れてしまったよ。こっちか。あ、こいつ話しかけてなくない？ねえ、あんた、筋肉ドラマのじじいの話はしたわ。勘違いするなし、私はお前のことなんか別に好きじゃないしよ。父さん。何?バーチャル YouTuber やってんのかな、もしかして。ああ、また買い占めですか、あなたはもう。大体何使うんですか、そんな態度しいたけ。企業秘密ですかね。何が企業秘密ですか、そんな企業があってたまるものですか。いいね、いい。目音漫才させてね。地方情報誌ありますかね。買っちゃうか。だって他に買うあれもないもんな。買っちゃおう。よし、OK、OK。お気に、情報ポイント200ポイント。OK、1100ポイントになったぞ。これで、いけそうだね。1700ポイントね。あ、なんかあるんだよ。こういうとこ見逃さない。ショゴタイムズで、情報ポイントをゲッツ。この右は多分大丈夫だったはず。うん、OK、OK。ここはなんかないかな。この先はいけない。多分本数な読んだないかな。じゃあ海ですな。こんにちは。1ヶ月ぶりに外に出た気がする。ふう、暑い暑い。あれ、なんだか誰か見ないという気がしない。さっきは姿勢を感じるんだけど、高いところから誰かに見、これもあれだよね、多分ね、神を暗示してるよね。こういうのも、もう、あるんだよな。そのあれだったかな、花が枯れてしまっている。これは仏像かな、仏壇的なサムシング。やっちまった。もうブレンバスターだ。俺はあんならもう一個に育てるつもりは。いいっすね。で、何でもやっと。黒井さんいないで、探偵事務所行くんだっけ、これ。確か。大好きだね、探偵事務所ね。菅原さんが探している。で、探しに行こうになるのか。情報ポイントのうんぬんかんのは変わらないのかな。変わらなさそうだね。じゃあ話しかけてみようぜ。どうした片向き、暇なのか。え、私はどうしたの、どうなのかって。めちゃくちゃ暇だ。いいね、いいキャラだ。
さてと、今日の仕事は何だったかな。なるみさんは忙しそうだね。まあ、ここら辺は話しかけたから情報ポイントもないもんね。まあ、どうせ菅原さんはあまり記憶ないけど、カフェにいるのだろうと推測はしているんですが、まだ見落としてるとこないかなってのを一応確認しつつね。まあ、行ってみるか。じゃあカフェ。地方情報誌手に入れたし多分大丈夫だろう。あれ、いないわ。あれ、カフェじゃなかったっけ。あそこか。あの海の横のところか。あそこに行ってあれだわ。あの教授と遭遇するんだった。確かそうだったよね。こっち。ここでしょ。ほら。そんなイベントもありましたね。いやー、こんにちは。久しぶりだね。おじさんと菅原さん、どうしてここに？そっか、寿ちゃんのおじさんだったんだね。そういえば。さてさて、まあこれはいいんですが、情報ポイントが今1100だっけ。なんか手に入れたっけ。1100なんて、そこを集められるかどうか。1700、あと600ポイント。でも5日目が探せるんだったらあんまり覚えてないけど、いけそうだよね。お兄さんの USB を手に入れたのか。今で何でもや戻って、あ、あれ、喋れる猫がいるってことは、あれ、ここ腹話術かな。ああ、まあ話したか、これは。やったね、うん。なんか最初から猫と、うん、顔見知りだったなとか覚えてたんだけど、いやー、ここで黒井さんの記憶がないの悲しいね、お兄ちゃんの。うん、これはどうやらロックがかけられてるようですと。で、ロックを解析するのでちょっと待ってくださいねと。で、猫が喋る理由を適当に喋って、で、寿ちゃんが帰りますと。で、4日目というわけですな。あ、違う、お兄ちゃんが出てくるんだよ、ここで確か。そう。おかえり、とわこ。お兄ちゃん？お兄ちゃんまでどこ行ったの？つって、ここでバグなんだよね、これがね、実際は。え？ずっと探してないお兄ちゃんのこと。そのためにみんな協力してくれて、僕はいつもより帰ってきたでしょ。何不満なんだ、とわこ！いやー！つって発狂するんだよね、お兄ちゃんがね。はい。まあ、読めてるから、まあ、怖くないけど。最初ビビったよね、これね。夢でした。夢？本当に夢だったのかな。というわけで、4日目と。あと600ポイントぐらい？あと540ポイントか。一旦ここまで。いやー、でもやっちゃうか。あ、いや、一旦ここまでにしよう。一旦ここまでにしよう。今日はここまで。よいしょ。じゃあ次が多分ラストになるかな。次の収録が多分最後になると思いますね。HHW の、まあ1700ポイント集められなかったらダメなんだけどね。HHW の新しい片鱗が見ることができるのでしょうか。真のエンディングにたどり着けるかどうか。最後までお付き合いいただけると幸いです。それでは今日もこれぐらいにしておきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。